現在、バンタム級は4つの団体の世界王者すべてが日本人という黄金期にあります。2024年10月14日 WBC 世界バンタム級王者の中谷潤人選手がタイの強豪ペッチ・ソーチット・パッタナ選手から6ラウンド KO 勝利を収めました。この結果により中谷選手は3試合連続の KO 勝利となります。快進撃を続ける中谷選手について元世界王者の内山隆氏は非常に高い評価を残しました。また中谷選手は1階級上の井上尚弥選手との試合の展望について語っています。というわけで今回は内山隆氏が語る中谷潤人選手についても紹介していきます。ぜひ最後までついてきてくださいね。バンタム級は17もあるボクシングの階級のうち118ポンド 53.52kg リミットの階級のことです。小型の鶏であるチャボが名前の由来と言われています。バンタム級は下から5番目でスピード、パワー、テクニックのバランスが要求される難しい階級と言えます。現在バンタム級4団体の世界王者全員が日本人であることを考えると戦術的にも体格的にもこの階級は日本人向きなのかもしれません。そんなバンタム級で最強と目されているのが WBC チャンピオンの中谷潤人選手です。中谷選手は恵まれた体格を持ちリーチが長く切れ味鋭いカウンターが武器です。接近されてもアッパーで迎撃しどの距離でも主導権を握ることができるボクサーといえます。近い将来階級を上げることも視野に入れていると噂されているので現在スーパーバンタム級の4団体統一王者である井上尚弥選手との日本人対決が楽しみにされています。中谷選手は WBO 世界フライ級、スーパーフライ級、WBC 世界バンタム級の世界3階級制覇を達成したトップ選手です。未だ無敗で KO 率も高いことからモンスターこと井上尚弥選手にあやかってネクストモンスターとも呼ばれています。中谷選手のファイトスタイルはサウスポーのボクサーファイタータイプ、カウンターなどを得意とする技巧派でありながらもインファイトで相手を倒しきる攻撃力も持ち合わせている超万能型の選手です。このように穴のないところも井上選手と似ていますね。中谷選手には井上選手と比較したときに 173cm でリーチが 176cm という体格のアドバンテージがあります。中谷選手は直近3連続 KO と波に乗っており減量区の問題などもあって井上選手が君臨するスーパーバンタム級への階級変更が噂されています。その前に井上尚弥選手の実弟である井上拓磨選手との WBC 統一戦が期待されていました。しかし拓磨選手が2024年10月13日に堤誠也選手とのタイトルマッチに敗れて王座陥落、そのため拓磨 VS 中谷のビッグマッチが一旦流れることとなりました。ここで2024年10月14日に行われた中谷潤人 VS ペッチ・ソーチット・パッタナについて振り返りましょう。28戦28勝 21KO 無敗の中谷選手は2024年2月に KO で WBC 世界バンタム級王座を獲得、3階級制覇を達成しています。同年7月には WBC 同級1位のヴィンセント・アストロラビオ選手を相手に初防衛に成功、この時強豪相手に1ラウンドで KO をしています。そして今回のペッチ戦が2度目の防衛戦でした。第1ラウンドサウスポー同士の両者はジャブの差し合いを展開します。ここでは中谷選手の距離のコントロールがうまく踏み込んだペッチ選手に素早いワンツーをヒットさせて効かせました。タフネスが自慢のタイ人ボクサーに一瞬膝を落とさせたことで観衆を驚かせます。第2ラウンドペッチ選手が飛び込んでワンツーを放つも中谷選手はサイドステップでかわし左を伸ばして迎え撃ちました。次第に中谷選手の手数が増えていきます。右フックが冴え渡り第4ラウンドには左アッパーも見せていきました。第5ラウンドには接近戦が増えていきました。しかし踏み込まれてのインファイトというよりは中谷選手が呼び込んで迎え撃っているようにも見えます。中谷選手が右アッパー3連打を繰り出すとペッチ選手も右とボディで応戦、ここはタフファイターの根性を見せます。接近戦での相打ちも出ると中谷選手が不敵に笑う場面もありました。第6ラウンドにペッチ選手の右がヒット、中谷選手の手数が極端に減って解説席からは左を痛めている可能性があるとのコメントが聞かれました。絶体絶命かと思いきや中谷選手の強烈な左が入りペッチ選手の動きが止まります。勝機と見た中谷選手が連打をまとめてダウンを奪いました。ペッチ選手にとってキャリア初のダウンです。立ち上がったペッチ選手は上下に打ちはケインファイトを挑みます。しかし完璧なタイミングで中谷選手がワンツーで打ち抜きペッチ選手がゆっくりとダウン、それを見たレフェリーが10カウントを待たずに試合をストップさせました。6ラウンド2分59秒、中谷選手の圧巻の KO 勝利で幕を閉じたのでした。試合後のマイクで展開について聞かれた中谷選手は来ることは想定していたので最初はテクニシブルに戦った、チームから距離を取って戦っていいと言われたのでしっかり見ることができた、それが勝負のポイントだったと振り返りました。ペッチ選手が初の KO 負けだったことに対してはそういう選手にもこれまで KO してきたので気負わず KO できてよかったとコメントしています。この先についてはチャンピオンなら誰でもフーズネクストって感じです。
と観客席の WBO 王者の武井良樹選手と IBF 王者の西田龍介選手にメッセージを送りました。中谷選手の活躍を最も絶賛していると言っても良い人物が元世界王者の内山隆氏です。内山氏は元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者のハードパンチャーです。右ボクサーファイターの内山氏は身長 172cm に対して182cm もあるリーチと破壊力のある右ストレートを武器に KO を量産しました。27戦24勝20 KO 2敗1分けという戦績を残したノックアウト、ダイナマイトのニックネームで知られる名王者です。日本におけるボクシング世界王者として歴代3位の11回連続防衛という記録を保持しました。辰吉丈一郎選手に影響を受けた内山氏はボクシングの強豪校である花咲徳栄高校に入学。高校3年時に高校総体にバンタム級としてエントリーしてベスト 8E を果たします。また同年の浪速や国体少年の部バンタム級で準優勝しました。高校卒業後ボクシングの名門拓殖大学に入学するも補欠にも選ばれずに不遇の時代を過ごします。この時の屈辱をバネに努力を重ねて階級もライト級に上げたといいます。そして大学4年時の2001年に新世紀宮城国体にて当時アマチュア最強とされていた飯田郁夫選手を追い詰めるも判定負け。同年のアマチュアボクシング選手権大会では飯田選手にリベンジを果たして優勝を勝ち取りました。大学卒業後高知県の建設会社で事務員として働きながら2002年のよさこい高知国体で優勝し全日本選手権大会を連覇。同年に行われた太陽国主催のキングスカップでは銅メダルを獲得しています。東京の企業に転職した2003年には全日本選手権3連覇を果たし国体含めてアマチュア4冠を達成しました。同年の世界選手権大会ではベスト16入りをしてその年のアマチュア部門年間優秀選手賞を獲得しています。2004年のアテネオリンピック出場を目指していましたがアジア地区最終予選で1回戦敗退してその夢はついえました。引退を決意したもののリータイとプロモーションの佐畑幸雄氏の説得により引退撤回。同氏がマネージャーを務めていた渡辺ボクシングジムからプロ転向しています。豊富なアマチュア経験があったため B 級ライセンスのプロテストを受験し合格。2005年7月16日に6回戦でデビューします。デビュー戦を KO で飾ると連戦連勝、高い KO 率と WBA 世界スーパーフェザー級王座11度防衛などの功績があります。最も権威があるとされるリングマガジンのパウンド4パウンドランキングで中山慎介選手に続く史上2人目のランキング入りとなりました。直近3試合を KO 勝ちで飾っている中谷選手のペッチ戦でのパフォーマンスを高く評価しているのが内山氏でした。内山氏は自身の YouTube チャンネル内山隆史 KO チャンネルにて強すぎるマジでと絶賛。77戦76勝1敗というペッチ選手の戦績を紹介すると2018年に井上拓磨選手とやって判定で負けただけなんですよ。77戦もやってダウン経験が1回もない。その相手を2回倒して6ラウンド KO 勝ち。めちゃくちゃ強いですね。さらに内山氏は中谷選手の強さとうまさについて解説しています。離れててもジャブがバシバシ飛んでくるし、ついたと思ったら右アッパーとか左アッパーが飛んでくるんで、中谷選手ねマジでフックとかも角度変えてうまい。相手からしたら嫌でしょうね。それで離れたらジャブがパシパシ飛んでくるし、ちょっと掴もうとしたらストレートが飛んでくるし、さらにペッチ戦で見せた勝負感について前から接近戦も強いと思ってたけど今日のは超タフな相手ですけど結構序盤何発も良いパンチをもらってもケロッとしてたのに一回効かして畳み込んだ時のラッシュがすごかった。効いたと思った瞬間の相手への猛烈なラッシュ、あそこがやっぱね彼のボクシングの強さというか面白さでしょうね。勝負どころを逃さないですね。さらに内山氏の分析は続きます。3連続 KO 勝ち、前回1ラウンド KO だったし、テクニックもある倒しや距離がやっぱりすごいですね。足のスタンスが広いわけ、フットワークは使えないけど、その代わりどっしりと構えて踏み込みづらくさせつつ、リーチを利用して体を下げながらラックを引っ掛ける。くっついた時もめちゃくちゃ強いんで、そこはすごいですよね。くっついた時の腕の畳み方がうまいですよね。ブロックも良いですし、内山氏は動画内で、身長に対してリーチの長いタイプという点で内山氏と中谷選手が似ているという指摘に対し、中谷選手はうまいんですよ。僕の場合はうまさはないんで、リーチの長さとやりづらさでカバーしてた部分があるんですけど、中谷選手の場合はやりづらいし、うまいし、すごいっすね本当に、と大絶賛でした。内山氏は総まとめとして、中谷選手はリーチもあるんですけど、ジャブの使い方、あとくっついても離れても対応できるパンチの多彩さ、行くべきところの見極め、すべてにおいてパウンド4パウンドランキングの上位に入ってもいいくらい。今日見てもやっぱり井上尚弥と戦えるのは中谷潤人かなと思わされる試合でしたね、と述べました。そして井上選手だったらあの距離をどう潰すんだろうとか、今日の試合を見て
画前中谷潤と VS 井上尚弥を見てみたいと思いましたねと、近い将来実現するかもしれないドリームマッチに思いを馳せていました。また動画の最後に、内山氏はバンタム級で中谷選手との試合が見たい2名について言及しています。1人目は IBF 世界バンタム級王者の西田竜介選手です。知名度は高くないものの、井上尚弥選手がいなければ最強王者の名を欲しいままにしていたエマヌエル・ロドリゲス選手を下してチャンピオンになった実力は認めざるを得ないでしょう。2人目が那須川天心選手です。2024年10月14日に有明アリーナで行われた WBO アジアパシフィックバンタム級王座決定戦で、同級1位の那須川選手が2位のジェルウィン・アシロ選手に判定勝利しました。その結果、那須川選手は地域タイトルを獲得、世界挑戦者への最低限の権利を得ることになりました。那須川選手はキックボクシング界の神童と呼ばれた最強キックボクサーでした。幼少期から英才教育を受けた彼は、打たせずに打つを体現するようなファイトスタイルで一時代を築きました。鳴り物入りでボクシングに転向してきましたが、井上選手との比較からアンチコメントも多い印象です。しかしそのポテンシャルは高く、同階級の強い選手全員とやりたいという言葉も本人の口から出ています。中谷選手が誰と戦うにせよ、今回以上に強い中谷選手を見ることができるのではないでしょうか。中谷選手を語る上で欠かせないボクサーが井上尚弥選手です。中谷選手がネクストモンスターと呼ばれていることからも分かるように、中谷選手の前には常に井上選手という怪物がいました。井上選手と比較され対戦を期待されてきた中谷選手、今回の試合でタフなペッチ選手を中盤で葬ったことで、その期待度はぐっと高まりました。とはいえ、中谷選手はどう考えているのでしょうか。モンスターの異名を持つ井上選手は、穴のないボクシングスタイルと KO にこだわるファイトで次々と世界の強豪を撃破しています。そしてバンタム級では史上9人目の4団体統一王者となりました。井上尚弥選手はリングマガジンで日本人初となるパウンド4パウンドランキング1位となった歴史的なチャンピオンです。世界4階級制覇王者にして、史上2人目の2階級4団体統一王者、 KO 率の高さと穴のないボクシングスタイルからモンスターと呼ばれています。スピード、パワー、テクニックを高レベルで備えている井上選手、中間距離で射抜くような強力なパンチを武器とする右のボクサーファイターでありながら、インファイトにもアウトボックスにも対応できる引き出しの多さも持ち合わせます。さらに元世界王者の八重樫明トレーナーが言うには、ボクシング IQ の高さがずば抜けているのだとか。そして何より、いかなる状況でも KO を狙う姿勢が最大の魅力でしょう。そんな井上選手を中谷選手はどのように思っているのでしょうか。中谷選手は記者からの、井上尚弥はターゲットとしてどれくらい具体性があるか、井上との距離感はという質問に次のように答えています。階級が違うので、まだ挑戦するとかそういう形ではないと言っても、1階級体のポテンシャルでもスーパーバンタム級でいける、そういう意味では階級が近くてそういう声もいただける。もちろんイメージすることはあるし、具体的には対策はやっていないけれど、たまにトレーナーのルディからもアドバイスをもらう、意識的にはあります。続けて、まだまだか、そろそろかという問いには、まだバンタム級なのでと笑いにとどめていました。また中谷選手はペッチ戦後のマイクで、目標としてパウンド4パウンド1位を目指しているので、これからも今日みたいな KO をお見せしていくと意気込んでおり、パウンド4パウンド上位を争っている井上選手を意識していることは明白でした。今回は内山隆氏が語る中谷潤人選手についてご紹介してきました。ほとんどの有識者がペッチ戦での中谷選手を称賛する中で、内山氏が特に絶賛していたと言えるでしょう。内山氏は KO 率の高さとリーチが長いという点で中谷選手と共通点があります。そのため内山氏の解説は聞く者にスッと入ってくるのかもしれません。また中谷選手は試合後に他団体王者たちに、チャンピオンなら誰でもとメッセージを送っており、統一戦に前向きな姿勢を見せました。井上尚弥選手とのドリームマッチについては、まだバンタム級なのでという慎重なコメントをする一方で、意識していることも明かしています。バンタム級での統一戦であれ、スーパーバンタム級への階級アップであれ、中谷選手の次戦に注目しないわけにはいきませんね。皆さんは中谷選手と誰の試合が見たいですか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。